立木、立木とは、地面に生育している樹木を言う。また、法律上特定の樹木に関して立木と定義して、特別の扱いをすることがある。日本においては、一般に言う立木、樹木のうち、流木に関する法律の適用対象となるものを、流木と定義している。立木法では、立木とは、一筆の土地または、 一筆の土地の一部分に置い立ちする樹木の集団で、その所有者が本法により所有権保存の登記を受けたる者の,のことを、言うと定義する。立木は土地の定着物であり、不動産とされる。原則として土地の構成部分とされ、独立の取引対象とはならない。しかし、伐採前の流木のまま、取引をする慣行があるため、立木法で対抗要件として、 流木の登記をすることにより、独立の取引対象となる。また、立木登記がされていなくても、名人方法をした場合にも、独立の取引対象となる。名人方法とは、立木の幹の一部を削り所有者の住所氏名を、牧書したり、それらを書いた札を流木にかけたりすることであり、登記をしなくても、慣習的に対抗要件を満たすとされている。これを利用して、 土地収容の問題が起きた時などに反対派が流木を所有して抵抗する流木トラストと呼ばれる手法が取られることがある。新東京国際空港の反対運動時に用いられた立木トラストの名人説名人札には佐藤幸通、佐々木孝三、成田智美の名がある。ありがとうございます。